カナギ、お久しぶりです。共和国の再建で忙しくて、帝国艦隊を追跡するのも大変です。まだまだ忙しくなります。一つ頼みが、将軍が一人不明にタコダナまで追ったのですが、通信に応答がありません。探してください、ハン・ソロ。まず、バーケランスリングを。スケを払ってからだね。いいだろ、ちゃんと払うさ。誰がそんな言葉を信用する。ウーキーは注意ならファルコンにいる。ジョマークで長距離通信装置をやられてね。連れてこない気だね。落ち着かないとさ。また企んでるね。はい、じまいな。ここは私が仕切ってるんだ。帝国の離反者に会う。キャッシークのウーキーを救えると言ってる。知ってるか。言っとくが、帝国軍をこの店に連れてきたら、俺がつけられるようなヘマはしないと知ってるだろう。なあ、頼むよ、助けてくれ。注意のためだ。知らないよ。けどもう夜だ。この時間の客はおしゃべりだね。助かるよ、借りができた。貸しはこれだけじゃない、ソロ。忘れるんじゃないよ。あれだけスカイストライクアカデミーで訓練したのが放り出されてこのざまだ。帝国のバカ野郎が。どうしてわざわざこんなところ。ローディ、会えてよかった。実はパルドラという友人を探してる。知ってるか。クザーカの件で俺を置き去りにした奴が何を言ってるんだ。最終的には大丈夫だったろ。その証拠にお前はここにいる。消えろ。パルドラは自分で探すんだな。間抜けなヒゲについて仲良く話してろ。ヒゲの生えた男か。了解。まさかハンソロだ。見ろ。ああ、パルドラさん、あんたを探してた。ウーキーの友達から紹介されたんだ。俺を誰と間違えてる。あのムカつくやつなら上の階だ。悪かったな。2000クレジット。値段ってのは変わるものだろう。あんたの値段はな、銀河のどこでも絶対通用なんてしない。いやいや、こっちは見えてるんじゃなくてな。ただのレースだ。できるよ。さっとチューンナップすれば優勝間違いなしだ。そりゃムーン役のウールは必要なだけいくらでもご用意できます。ただまだブラックサンデー運んでるのか。ああ、アウターリムは儲かるからな。マジでヤバい練習をしてやるのか。骨が必要なら癖があるぞ。マズとは長い。親父と彼女は捨てられた船は。早く行く。ああ、あんたの名前はパルドラ。そうだろ。そ
りゃあのメレゼインゴールドを飲んでるバカだろ。メレゼインゴールドを飲める金持ちか。よほどうまいのかなあ。ルーキー語の練習してるんだ。やってみせようか。ハンソロ、帝国議官のラルシウス・パルドラだ。会えて嬉しいよ。しー、声を落とせ。ああ、そうだ、秘密裏に会うんだった。来い、こっから出るぞ。では行くか。頼まれた情報は用意した。もちろん今は持ってない。ニコのデータキューブは安全のために森に隠してある。冗談はやめてくれ。一つ目は帝国の輸送ルート、燃料補給地と秘密の武器庫だ。全て共和国に提供する。私を安全に亡命させてくれれば。キャッシークの情報は別の場所だ。信じてくれ。ウーキを解放するのに必要な情報は全てある。それはどこで学んだんだ。帝国の士官はおしゃべりでね。権力争いだのなんだの。特にラックスという男知らないか。どうだろうな。なかなか激しい人物だ。こっちへ、ミスターサロン。こっちのイーネル船を売ればその土手っ腹にあなたが行かなくて済む。いいよ、ぜひとも承諾することをお勧めするわ。時間があるんだからよく考えて。道警議官は部下の議官に殺されるケースが最も多い。なんてこと。知り合いなのか。あんたのせいなんだね。そうだな。ルールは覚えてるかい、ソロ。喧嘩はなし。わかった。さあ行くぞ。最初のデータキューブはこのすぐ先のジェネレーターにあるはずだ。自分で持ってた方が良かったんじゃないか。ストームトルーパーだ。静かにやるぞ。いやいや無理だ。このブラスターは格好だけ、撃ち方も知らないんだ。やれやれ。最初のデータキューブはこのすぐ先のジェネレーターにあるはずだ。自分で持ってた方が良かったんじゃないか。いい、今の私は秘密工作員だ。カンティーナなんか。ストームトルーパーだ。静かにやるぞ。いやいや無理だ。このブラスターは格好だけ、撃ち方も知らないんだ。やれやれ。
うん、何もない。あった。その中の情報で共和国の友人を助けられるはずだ。気をつけろ、また来た。キャッシークの情報はどこだ？森の向こうの綺麗な神殿だ。行こう！これだけ連中が追ってくるんだ。よほどの情報だな。帝国は見た目以上にひどいありさまなんだ。共和国にそれが漏れないかビクビクしてるんだ。艦隊は敵から逃げるために使う燃料が多すぎて補給が追いつかない。帝国士官は捕虜になりたいと思ってる。スターファイターの数も 3.4% 減少した。そりゃいい。だがキャッシークはどうなんだ？あんたの情報はウーキー解放に役立つのか？星には入り込める。共和国に計画はあるのか？ないな。だが俺と注意だけでも労働キャンプを閉鎖させる。そうだ、伝説の中ばっか。早くお目にかかりたいな。ピリピリしてるのはマズを怒らせたからな。彼女ならそのうち許してくれると思うよ。あんたは何も分かってない。そうだ、お見事。さすが、実に素晴らしいショットだ。死んでないか。すごい腕だ。まずはよくあんたと喧嘩できるな。マヨとドルーパーだ。アン、嘘ようだけど神殿へ行かないのか？生きてるか。キャッシークの情報はどこだ？森の向こうの綺麗な神殿だ。行こう！これだけ連中が追ってくるんだ。よほどの情報だな。帝国は見た目以上にひどいありさまなんだ。共和国にそれが漏れないかビクビクしてるのさ。艦隊は敵から逃げるために使う燃料が多すぎて補給が追いつかない。148人に1人の帝国士官は捕虜になりたいと思ってる。スターファイターの数も 3.4% 減少した。そりゃいい。だがキャッシークはどうなんだ？あんたの情報はウーキー解放に役立つのか？時には入り込める。共和国に計画はあるのか？ないな。だが俺と注意だけでも労働キャンプを閉鎖させる。そうだ、伝説の中ばっか。早くお目にかかりたいな。私がここにいるのは安全のためだ。仕掛けたぞ。あたりを確認する。そうだ、お見事。ダメだ、逃げよう。さすが、実に素晴らしいショットだ。まずはよくあんたと喧嘩できるな。あんたの戦いはショーを見てるみたいですんだ。さて、ウーキーの情報はどこへやったかな。俺が探す。
そこじゃないな。そんなところに入れるわけがない。うるさいな。見つけた。増援だ。頭を下げろ。下げる。知ってるのか。統計によると帝国市民の300人に 2.2 人はミレニアムファルコンを知っている。船に向かうんじゃなかったか。ファルコンを準備しろ。急いでここを出る。で、私はどうしたら。黙って走ってくれ。いいね。俺が抑える。船を飛ばす準備をしろ。その通りだ、注意。今日はいい日じゃない。ヘビードルファー。驚いた。なんてついてるんだ。悪い日でもなかったらしい。ゾロ将軍、こちらアイデンベルシオ。インフェルノ隊が援護します。危機一髪だった。なんでまたこんなところへ。大柄議員からの命令です。取り消しだ、注意。今日は人生最悪の日だ。事情はクリア。ただし敵機がこちらに向かってる。たまには喧嘩をふっかけないでほしいもんだ。それではつまらないでしょ。
の通信なんか知らないぞ。今は話したくない。ランソロまず足跡は残さない。あんたはそう言った。湖の上に奴らの船がいるよ。説明する。聞きたくない。早く掃除しな。あんたのせいじゃないさ、チューバッタ。あのクルーザーを攻撃します。協力いただけますか。分かった。湖の底に沈めてやろう。おやおや、まずは怒らせそうだ。イーテルの隊、合流して。敵のスターファイターがソロ将軍の元に向かってる。見えたぞ、プロトン魚雷準備よし。ダイは賞を兼ねるんだな。あのクルーザーはもう珍しくなっている。1年前に造船所に襲撃があったせいだな。この船はなかなかのものだが、 YT-1300 貨物船は2400に比べて故障は 1.22 倍多いんだ。注意、そいつを放り出せ。またおとなしくする。通信なんか知らないぞ。今は話したくない。アンソロまず足跡は残さない。あんたはそう言った。湖の上に奴らの船がいるよ。説明する。聞きたくない。早く掃除しな。あんたのせいじゃないさ、チューバッカ。なんか知らないぞ。今は話したくない。アンソロまず足跡は残さない。あんたはそう言った。湖の上に奴らの船がいるよ。説明する。聞きたくない。早く掃除しな。あんたのせいじゃないさ、チューバッカ。
のクルーザーを攻撃します。協力いただけますか。分かった。湖の底に沈めてやろう。おやおや、まずは怒らせそうだ。座標を送る。了解。ではまたそこで。必ずここに戻ってきて。心配ない。嫌だと言っても戻る。後のことは任せた。あ、おい、出る。このドロイドに何をしたら。おかしいぞ。何もしてない。あんたを気に入っただけさ。インフェルノ隊シュリブ、あなたと会うのは久しぶりですね。調子は最高です、議員。どうかしました、コマンド。パルドラの情報によれば、父はベスピンとサラストの2カ所で計画を進めています。父の居場所を突き止め、捕らえる許可をください。私は指揮官でも。艦隊司令部は個人的な任務だとして認めない可能性があります。ああ、なら帝国艦隊の不穏な動きは黙って見過ごせませんね。提督を捕らえてきてください、コマンダー。はい、議員。フォースと共にあれ。ハスクは地獄ステーションの補佐官の塔にいる。雲に隠れて近づきましょう。
ルドラの情報によれば、父の艦隊はこの数ヶ月チヌークステーションで補給を行っている。統括に当たっているのはハスク。彼を捕らえ、ステーションでの作戦を止めれば帝国に大きな打撃を与えられる。理由までもないが、ハスクは帝国を追うための鍵になる。運が良ければ。この世に運なんてものはない。見てくれ、すごい数のベルドンだ。訪れる星の生き物を調べてくるなんて変わり者だな。帝国に必要なティバナガスを作ってるならベルドンは超重要だな。そうかもね。帝国を見つけ出して帝国から奪えれば、この戦争の終わりに大きく近づく。この半年は大変だったけれど、今度こそ捕らえられる、そう信じてる。そうだな。気になるのはこの戦争が終わった後のことがどうなるのか。正直なところ想像もつかない。帝国軍の訓練は民間人として生きる役には立たないから。あなたはどう？旅に出たかった。銀河を回るんだ、ロザリー・マイカも。前に行ったことあるでしょ。兵士としてだ。自由になった彼らを見たい。ええ、それはとても素敵ね。ランディングパッドだ。そこなら敵に見つからない。ハスクは補佐官の塔の上層階にいるはず。上に上がれるターボリフト。によるとこの先にあるストームトルーパーの部隊も。よし、ついてきて。もちろん。頼んだわ。
かよ、ゼル。考えがある。行こうよ。よし、塔の上で合流よ。それまで見つからないように。その塗装だと敵だと思われるわ。グズグズしてられない。帝国の力を褒めたたえていました。反乱軍も歯が立たないでしょう。了解した。封鎖線がほころび始めてると聞いた。あの音声系全域で船に突破されてるらしい。ドロイド、塔に着いた。準備は上で会おう。なぜ誰もいない。そう簡単に行くと本気で思ったのか、ハスク。封鎖線を抜けた時点でコルスの動きは捉えていた。このまま相手をしてやりたいところだが、今の私は責任ある立場だ。お前の相手をしている暇はない。さらばだ、アイデン。そんな早く追わないと。デスロイヤー、ハスクに違いない。作戦は台無しだ。走れてる。そこを離れろ。
ます。何としても戦って血抜くステーションを抜け出す。どうぞ。アスク以外の任務が残ってる。やはり燃料補給と砲台は。戦闘機がいる。エルスウィングはステーションの反対側だ。よし、ハックだ。まだ私たちを探してる。離れるな。私が撃つまで待て。了解した。さすがです、コマンダー。
気だ。行っちまうのかよ。ああ、行ってしまった。ロケットだ、注意しろ。これで全員やった。戦闘機を探すぞ。あれはどうか、クラウドか。これだ。あ、仕方ない。最初に戦闘機の説明をちゃんとすべきだった。武器もついてる。何が不満だ。クラウドカーじゃないなら。前方に燃料プラットフォーム。スターデストロイヤー3隻今から吹き飛ばす。確かにこれはクラウドカー向きじゃないな。いや、必要ない。燃料セルを吹き飛ばせばいい。連鎖して一気に爆発が広がる。そう、あのスターデストロイヤーまでね。人生で一番ヤバい作戦だ。最高でしょ。そうだな。司令部、デストロイヤーに向かうクラウドカーを発見した。これは帝国の通信につながってる。何か使えるだけマシよ。シグマ1-2、迎撃用に進路を取れ。おそらくはただの搬入だが警戒を怠るな。はい、了解しました。
された帝国軍の工場がサラストにある。ベルシオ提督はその中の武器庫を回収するつもりよ。それをこちらが先に盗む。作戦を成功させるために助けを呼んだ。シュリブは地上でカルリジアン将軍に同行して、武器を抑えたら私たちが合意する。どんな手を使ってでも父に渡してはならない。嫌な予感がするんだな。まあ当然だな。まだ連中の部隊はいないはずだったんだが、アイデンに引き上げを連絡しよう。落ち着け、たった一部隊だ、大丈夫さ。あ、違ったらどうする。ターボレーザーか。捨てられた施設にしては固く守られてやがる。話し相手に連れてきただけなのにな。戦略分析を聞けた。やめてくれ。サラストには詳しいんだ。この解放に関わってたからな。帝国が残る理由が分かったな。ああ一本取られた。静かに。私についてこい。ああ、そっちがついてくるべきだろう。これはインフェルノ隊の任務だ。だが私が将軍だ。わかった。先に行け。そろそろ入れないか。暑すぎるんだが。AT-AT の製造ラインだ。開かないぞ。ここは通れない。組み立てラインを動かせば中へ入れるぞ。よし、操縦席へ。おい、どいてくれるか。マントが邪魔だ。そうか。距離感が欠けてやがるぜ。ファッションのセンスなら自信があるぞ。おい、見てくれ。捨てられてなんかないぞ。生産が行われてる。そうか、なら武器を盗み出して工場を止める。楽勝だな。ジャマの宮殿からハンソロを助けた時も楽勝だったんだろ。と方法はある。大丈夫だ。あんたがいると計画変更ばかりで嫌になる。あった。中央ターミナルだ。あそこで工場の動力を落とせる。問題はあのストームトルーパーどもをどうするかだな。そう言うな。俺とお前、懐かしのタッグの復活だ。いつも通りか。参ったぜ。よし、到着だ。ありがたい。よし、中央ターミナルまで行って動力を切断しよう。私が撃ったら分かってるな。
ターミナルまで行って動力を切断しよう。私が撃ったら分かってるな。私が撃ったら分かってるな。私が撃ったら分かってるな。誰かいるようだ。ブラスターを撃て。ライオン部隊だがよく言うぞ。ちゃんと分かってるんだろうな。もちろんだ。不正アクセスを確認しました。システムをロックします。いいね。このボタンだと思ってた。よし、計画変更。この下には溶岩があるな。ああ、なんでどうするんだよ。いいね、逃げる手段を頼む。ならお前から逃げる足だな。とは処理ぶらしい。
システム 100%、 ポンプは全焼稼働。オーバーフローの残地に至らないようシステムの監視を。その溶岩ポンプがまさに必要なやつだ。進めてる。よし、何でもいいが死なずに済む計画にしといてくれ。さてさて、これでうまくいってくれ。操業を止めてるんだ。溶岩でだろう。武器はどうする？アイデンは共和国に欲しがってた。謝罪は後でする。だが帝国に兵器は渡せない。ただしに避難を。
位置できれば超えられるはずだ。ダメか。こっちのボタンか。遊んでる暇はない。うまくいったな。うまくいったな。シュリブ、足は見つかったのか。計画変更だ。組み立てラインの近く、奥に来てくれ。またか。危ない橋を渡らされてる。シュリム、キスしたい気分だぞ。席を譲ってくれ。楽しくなってきた。あのシャトルに向かい、高台に上がるんだ。俺は何をすりゃいい。アイデンに繋いで回収を要請しろ。任せておけ。アイデン、行くぞ。武器はどれぐらい手に入った。ゼロかな。多分溶けちまった。なら次には何。瀕死のデュロス一人にマントのバカ一人だ。任務内容はしっかり説明したはずだ。アイデン、アイデン、どうした。切れたぞ。今のは何だ。私の計画が順調に進んでるってことか。おい急げ、ガルニチュ
ここで死ねばお前を道連れにできるな。そりゃいい。見ろ、大丈夫って言ったろ。あの工場の破壊で予想以上の打撃を与えた。アクバー提督より全艦に蛇空集結が命じられた。全帝国軍艦隊が集まっている。サラストで武器を回収されずに済んだのが救いね。私の父もそこにいるはず。でも今回はそれが目的ではない。この戦いは最終決戦になり得る。戦闘に参加しできる限り手を尽くす。